よう、お前ら。俺様だ。今日も太陽がボーボーまとますね。はい、レシート紹介のコーナーです。ウィスパールもしくはコマサイロの神です。お土産街道、プラスセブンイレブンって書いてあります。なんかね、こっちの西日本の方は、お土産街道っていうのがセブンイレブンとくっついてるんですね。なんか倉敷の駅でも前、なんか、このレシートでしたね。お土産街道とセブンイレブンがくっついてる。まあ、多分あっちの西日本の方の JR の方針なんですかね。あ、そっか、あっちはそうだ、JR の会社がね、関東と違う JR 西日本って会社なんで、多分 JR 西日本ではそういう方針になってるんじゃないかなと思います。多分ね、宮島店、そう、宮島の、あ、宮島だから島の方だね。島のところで買いました。宮島のね、あそこのフェリー乗り場もなんか JR 系のところらしいんで、まあだから多分 JR が関与してるから、こんなお土産街道プラスセブンイレブンみたいな店になってるんだと思います。宮島なんで、渡った方の島の方ですね。宮島口じゃなくて宮島、島の方です。廿日市市ですね。はい、で、缶ビールが飲みたかったんで、スーパードライを買いました。265円ですね。はい、もう10月に、まあ10月っていうかもう11月なんで、もう 10% かかってます。265円ですね。だから、265円のスーパードライを買ったんで、消費税率 10% なんで、ぼったくられて26円国に無理やり納めさせられたんで仕方なく払ったって感じですね。合計291円ですね。はい、それではさよなら。ボーボー。ボー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 ボ